新しい私いろいろ始める仙台いろは。私は今タイに来ています。いや、観光名所は一通り回ったし、次は何しようかな。私とタイ式ヨガルーシーダットン体験はいかがですか。タイに来たなら本場のタイ料理を習得して帰りませんか。いやいや、タイといえばムエタイ。私とムエタイエクササイズを体験しましょう。どれも楽しそう。これは困ったい。今年日本とタイの就航130周年。そこで今回の仙台いろはは、ゴールデンウィークに仙台国際空港から直行チャーター便で行けるプレミアムなタイ旅行をご紹介します。宿泊は？宿泊は去年オープンしたばかりのデラックスホテル、しかも温泉付き。観光は？バンコクはもちろん、今リピーターに話題のチャチュンサオで、ピンクガネーシャやマットソートーンでアユタヤ時代にタイムスリップ。タイのグルメは？夜はチャオプラヤ川を優雅にクルーズしながら夕食を。話題のタイグルメも満載です。クーパンボンガリー食べたかったんだ。おいしい。さらに今回のツアーには特別な体験がついています。ティーナ・カリーナさんとのルーシー・ダットン体験、ターちゃんとのタイ料理教室体験、そして千住里村さんと一緒にムエタイ教室体験、3つの中からお好きな体験を選ぶことができます。どれも楽しかった。ゴールデンウィークはタイで決まりですね。7月に民営化1周年を迎える仙台国際空港、第二駐車場もオープンして、お得にますます便利に利用することができます。仙台国際空港発着のプレミアム体験5日間の旅について、詳しくはツアーウェーブのホームページをチェックしてください。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。